全部土葬されていたからね、日本人と一緒に。だからそれを全部遺骨になるように焼き直して、そしてここへ戻ってきたんですよ。遺族の代わりにね、名前と家を登録して原爆ドームの前に埋めたというふうに証言されてるんで、広島市役所に行って骨をくれ、アメリカを送り返す、遺族に送り返すから。綺麗なものが落ちてくる言って眺めてた上に炸裂したから、軒先の板が めくれるぐらいの。ニューボーン destroys Hiroshima。 新しい爆弾が広島を全滅させた。水爆の話をどん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 する。僕は漁民の話をどん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 する。がんになりやすい。私も5年前にがんやりましたから。で、私は足をやられたのでしょ。忘れられないんですよ。まだ今でもね、このモンペの裾をね、あの子が掴んでるような気がするの。もう戦争なんかしちゃいけませんよ、本当にね。本当にね、嘆き悲しみ苦しむのはね、戦闘要員ではない普通の一般市民なんで、幼い子供なんですよ。どうしてこの人たちと戦争してるのか、あんまり意味がないっていう感じたんです。ヨーロッパの人がね、5人いた人はそこで被爆して、彼はね、そのもう皆さんの前、ここやってこうだってか、何かその子供のようにね、その遊んだりするなんか、なんかその自然な人ね、自然な人ですね。その優しい。今だからこそ、その実はあって。親に止められてたとか、差別につながるから、広島の人の中でこの被爆者であることを隠し続けた人もいるんですね。空白の10年というのを絶対忘れるのよお前たちは言って、僕はねこの本読みましたよ、たった一言言った。そしたら彼がニコッと笑った。本人も何かを残しとかなきゃいけないと思われたのかなっていうのも、いろんなものあると思うんですけど、その中にそれは私は感じる。だから私は父のその DNA、人のための、もう自分は置いといても人のためにっていう生き方、それはね、一人で生きてるわけじゃない、あなたの声